1948年2月の国鉄甲子園口駅向こう橋駅画像下の向こう側に架かる橋が向こう橋、その西岸南側に見える横倒しのこの字が向こう側線向こう橋駅の古線京都ホーム。国土地理院地図空中写真閲覧サービスをもとに作成向こう橋駅はかつて兵庫県にあった阪神電気鉄道の駅。 国道2号線上の平洋機動線であった阪神、国道線の停留所と阪神向川線の駅とが存在した。向川を挟み、国道線の停留所は尼崎市側に、向川線の駅は西宮市側にあり、向川に架か,かる国道2号線の橋である向尾橋を介して接続していた。両線が同時に営業していた当時、どちらも標準機、 直流600ボルト電化であり、向こう大橋に沈めで立体交差していたが、連絡線はなかった。国道専用の71型が向こう川線で使用された時期があったが、これは向こう川線向こう大橋駅休止後である。この71型は、天ヶ崎車庫に常駐し国道線に帰る際は、天ヶ崎クイセクイス連絡線、国道線浜田車庫。 本線に入る際は、浜田車庫北久伊セ東流す久伊セ連絡線、久伊セ駅線線駅天ヶ崎車庫の経路を取った。北久伊セ東流すと、久伊セ線府には渡り線の関係での改装である。野田駅付近が高架化されるまでは、同駅構内でも、本線と国道線はつながっていたが、この改装に使われることはなかった。国道線、向こう橋停留所後、向こう側線、 向こう大橋駅跡相対式2面2線だが、平洋軌道であり、安全地帯での乗降であった。開業時から、戦前の間は構築物としてのホームがあったが、戦時中に撤去され、その後は廃止まで、路面上での直接乗降であった。相対式ホーム2面2線の地上駅であった。有効庁は、当時の車両の2両分程度で、周囲を石垣で組み、土を充填した構造であった。 一両分の木造上屋も設けられていた。国道線の浜側に並行して、コンクリート製の古線橋がかけられた上に、木造の出殺設備、そこから地平の向こう側線ホームに降りる木造専用通路で連絡していた。国道線との相互の理解を考慮した本格的な設備でありながら、 実際の使用期間は1年余り8月17日から1945年8月23日にとどまった。甲子園口駅側に向かって、左側のホームは旅客営業をしていた須崎、駅方面への折り返しに使用され、標準機のみが敷かれていた。一方、右側のホームはもっぱら国有鉄道貨物列車の通過線として使用された。そのため参戦機場になっており、 標準機の終端は国道2号線をくぐったところにあった。その地点は直流6 0 0ト電化の終端でもあった。向こう大橋山側には国道線専用の巨大な河川柱があり、機電線はここで向こう側線と接続していた。ありがとうございます。